ただね、一個言いたいのは、はい、アドバース書くときに、VIP ルームで冷えたシャンパンよりレッグブースでいけたワンバース、うん、いらねえ SNS でのバーズ、それよりネルネルネルネを買う、じゃあ次お願いしていいですかっていうのやめてくんない？これそれでしたね。3バース目はクレバさんにこう一緒にその場で作りたいですっていうのをお伝えしてあって事前に、そうそうそう、ただその場でゼロから作るっていうよりは僕が最初の4小節種を用意しておきますっていうふうにお伝えして嫌がらせでしたよね。ちょっといやこれはちょっとね、だから俺はもうその瞬間にすぐ、あ、これは例えばそのねるねるねるねを買うの韻をひねり出すよりもそのなんか買うっていう方向の上から行くみたいな、うん、そうなんですよね。こう、うん、インクレバさん と接してて思うのはその踏む踏んでつなげる以外の選択肢を無数にその場でたくさんのこう切り口を思いついて最善を選択するみたいな、いやそれは本当に意味でつなげようみたいな、もうすぐに決めてたんでこれすごいなと思ったんですよ。